かな。いや、お水足した方がいいと思うよ。アナイスありがとうございます、うん、すごいな、これ何の色か、何の色なんだろう、これトマト違う、マジでこれ何の色、さっきまでお湯だったやん、出汁が出てきた。じゃあそのスープ飲み干した方がいいかもね、旨味が。そのスープすごい栄養満タン。あ、卵だって、卵でこんな色になるんだ。あのポン酢新しいのあるよ、ありがとうございます。でもこれ全部ほとんど野菜で、今日米食べてないじゃん。あ、でも餃もう終わったか、餃子の皮でが炭水化物でもう終わったってこと、これもう終わり、あのもう終わりなの。お米あるよ、お米。でポン酢で食べてるってことはまだ諦めてないの。でもソーセージもあれ練り物だからね。ポン酢ある、落ち着いた。じゃあもう餃子捨てちゃえば、中の食べるな、食べて。えいらん、餃子それまだ寝ちょってるで、水分足りなかったよ、それまだだったと思うよ。食べてみね、寝ちょってんじゃない。お水足した方がいいかも。やめてか、あ、もちちゃんありがとう。あ、確かに七味入れたらこれゼロカロリーやで、あの血行促進とか。ハルさんありがとう。トマトうまい、捨ててもいいからね、無理してあれしないで。美味しい？あのさ、太ってもいいじゃん。あの筋肉がある外人みたいなさ、わかる？ああいうのもかっこいいと思う。外人体型だし。いやだから運動してさ、筋肉つけて、そういう100キロとかね、いいと思うよ。また電気ついた。お前がつけてんじゃん。え？だからつけてないよ。やばいよこいつ、みんな。自分の背中でつけて電気消えたとか騒いでるこの女。やばくない？つけてないって。笑ってるよこいつ。いやもっとビビるかなって思ってたけど。お前ってなんか自演だよね。全部が。何が？いろいろ自演しながら配信してる。どういうこと？台本ってこと全部？すごい。 いやもっとビビると思ったゼロは。でもこの食事じゃ痩せれない？餃子食べちゃったじゃん。痩せれないの？ソーセージも結構カロリーあるしね。炭水化物だよ。タンパク質じゃないの？タンパク質もあるけど、ソーセージって結構カロリー、あの太るよね、あの混合の。あのなんかいいソーセージはなんか安いやつはダメだよね。そうそう、加工食品だから、加工肉。シャウエッセンって、あすごい、うまそう。あ、そう。でもそれいいかもね。で今日から全部スープにしたら、うん、スープで野菜もめちゃくちゃ食べて、うん、で運動してさ、うん、スープだったら爆食いしてもいいでしょ。いや今日運動してたよ。
全部食べたの？おお、すごいな。あ、脂肪燃焼スープね、前もあれやった。ただね、めちゃくちゃストレスになる。キャベツ、トマト、セロリ、玉ねぎ、人参だけな。あ、ナイス、ありがとうございます。大丈夫でしょ。ちょ、前も筋トレしよう。前も今日からちょっとやらないと。今日のやつちゃんとやった。ファンタスティック、本当ありがとう。あ、ありがとうございます。あーちゃん、わーい、ありがとう、ありがとうございます。10回筋トレできました。あ、あーちゃん、ありがとう。足パカ運動すぐ効果出て。そうなんだ。いや、最初はさ、一回もできなかったんだよ。でもなんかちょっと慣れてきた、やり方。全部食べたんだ。すごっ。やっとここの椅子が座れる。あんまりね、ゼロワン今日今月休憩だから、あんま、ね、また来月ゼロワンがやるときに見たらいいと思うよ。ああ、ありがとうございます。うっちゃん当たりナイス、わっしょいわっしょい、ありがとう。うっちゃんありがとうございます。当たりナイス。全部食べたん？最強かよ。定期もありがとう。まあでも、あ、じゃあ思うんだけど、結局そのファスティングってさ、じゃあ一生何単でもね、そのまずよくよく考えたら、あの炭水化物抜きダイエットって一生炭水化物抜かなきゃ意味なくない？ファスティングは何も食べないのは意味あるけど、結局毎日野菜とか食べても結局炭水化物をいつか食べるってなったら意味がないよね。でも、まあ、意味ないらしい。そうそう、リバウンドするよね。ファスティング筋肉が落ちて代謝が落ちて太りやすくなる。いや、ファスティングって確か代謝良くなるんだと思うよ。あの、体が調子良くなるとかさ、だから結局いっぱい食べていっぱい運動するしかないんだよ。結局食べるから。結局糖質、運動すればいいのにな。断食食堂とかあんの？まゆちゃん、私人が怖くなった。まゆちゃん に会えて嬉しかった。ありがとう。え、どういうこと？変なこと考えちゃダメだよ。夜中だし。ああ、大丈夫かな。そんなこと言わないで。
こういうのって難しいんだよね。明日も一緒に生きようね。魚を食べましょう。タンパク質ね。けど、あの一時なんだって。結局あの炭水化物って大事なんだよ、運動するエネルギーとかで。食べないんだったらもう一生食べないっていうことを徹底しないと。で、あの体が炭水化物ってやっぱ常に欲しがってんのね。でゼロワンがじゃあ久しぶりに炭水化物を食べるとするじゃん。そうすると体が、あ、久しぶりの炭水化物だから次いつ炭水化物が体に流れるか分かんないから蓄えとこうってなって、逆に太りやすい体質になっていっちゃうわけ。意味分かるかな。いや、これ本当なんだって。だから食べるんだったら食べるでいいんだって。で運動すればいいの、暴飲暴食やめて。そう、太りやすくなっちゃうからね、ゼロワン。今は急激に痩せれても、それは炭水化物に限ったことではないんだけど。そう、食べる量とか、あの食べ方だよね。食べ方よくないんだよ、気をつけないと。前腹筋今日10回もやっちゃった。なんか早食いやめれば。そう、早食いがよくないね。普通に糖質抜いて頑張ってもってことだからね。だから日本食の昔の人たちは細い人しかいないんだ。あ、じゃあこれとかどう？もうこれからは白米じゃなくて麦とかで、ビールも好きだしね。こう玄米、うん、玄米にするか。ただ玄米 100% だと美味しくないよな。だから玄米5割、白米5割とかで。オートミール食べたことない、うん、オートミールって何なの？オートミールまずい？絶対食べないじゃん。あ、そうだ、玄米は白米とカロリー一緒だけど、あのお腹いっぱいになるらしいね。あの餅がいいんだってね。何のサービスなんだ？ドクダミちゃん、お客様に合わせてオーダーメイドしてるんです。オートミールをお好み焼きにする風にすると。オートミールか、ちょっと調べてみようかな。ちょっとやってみるか。あ、120、ありがとう。たまにはちょっと寝転がって。あ、なるほどね。だからオートミールはグラタンとかさ、リゾットとか、あの雑炊とかドロドロして食べたら美味しいってこと。ありがとうございます。味濃くないとまずい。一日で諦めた。え、そんなオートミールのオムライスとか絶対美味しくないじゃん。玄米だね、やっぱ。でグラタンとかだったら食べれそう。お好み焼き、あ、たこ焼きとかやってみるか。ちょっと買ってみようかな。じゃあスーパーとかで売ってる？ネットとかで買うの？聞いてる。まずは中華やめてカレーにチョコ入れ、いや、じゃあその後に断食始めたんだって。ゼロワンがダイエットしてたらカレーも作んなかったよ。あの急に決めるからね。あるんだ、イオンに。オートミールレシピやってみ。万内米ってあの？でも美食家だからな、ゼロワン。ゼロワン、オートミール食べる？え？いらないじゃなくて、いや、まずいよ。玄米だってまずいし。どうして欲しいの、じゃあ。玄米買うか、じゃあ。まあ、そうだよね。
まあでも普通に食べてったら、あの人並みのご飯食べてるだけでめちゃくちゃ痩せると思うけどな。和食が一番健康に。和食ってだから魚とかってこと？煮たり焼いたりすればいいってこと？すぐ飽きそうだけどね、ゼロは。もうやだ、まずいものばっか食わされてとか言って、毎日毎日茶色い飯とかね。やったらやったでなんか言いそうだけど、もうこんなんじゃもう栄養つかない、つかないよ。ちゃんとやろうよ、ちゃんとうまいもん作ってよ。俺が金出してるんでんな、やることやろうよ。毎日魚魚魚魚しか作れないの？毎日収録魚場所確かにスコピオ、毎日オートミールか玄米。なんで俺こんな配信頑張ってこんなの食わされないといけないの？もう料理だけはうまいの食べたい。俺は肉を食べたいんだよ、マユなんて食べたくないんだよ。油の乗った分厚いステーキが食べたいんだよ。ちゃんとやろうよ。でコメントで、ほんとそう、かわいそう、ゼロはかわいそうっていう謎の流れが生まれてしまう。まゆちゃんひどい、そう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 、ほんとだよ、あんな女追い出しだよ料理もできない、何もできない、あんな女のどこがいいのそう、ささみ胸肉にするとまただよ、ささみなんでこんな安い肉買ってくるの。また豆腐、もうもやしも見たくないよって。ケーキありがとう。あ、みんな今日もあのナイスありがとうございました。今日はね一枠でちょっと頑張ってもう寝てみて、明日昼起きるね、明日絶対昼間に起きる。いや頑張って起きる起きる。今日もみんなお疲れ様でした。明日もみんなお休みか。明日もナイス頑張るぞ。お疲れ様。そういや朝ごはんあげてまた寝てんだいつも。おつまみやお疲れ様。よいしょ。明日はね、明日は男装メイクします。で絶対イケメンになる、それちょっと楽しみ。絶対イケメンになるから。あ、ありがとう、トウモロコシ。リアトツやりたいけどね。あ、みんな最後にナイスお願いします。終わるので、おつウィッグも買ってある。ウィッグもこあのホストのやつ買ったから。あ、日付変わってもう今日だね。今日はメイク配信。ありがとう。あ、150ナイスありがとうございます。おやすみー。